ドイツワイン結構リンゴ系が強く感じること多いですか、はい、青リンゴとかね。飲みやすいです。飲みやすい究極のコメント出ましたね、はい、レモンが合わせることで味わいがもうちょっとこう深くなったような感じがして、ね、これは止まらなくなる。すごい。村の小さなワイン屋さん、ロワンからお届けいたします。ロワンチャンネルです。ソーヴィニョンブランに合う食材を検証してみよう。あれ慣れない慣れない、はい、どういうキャラか模索中です。はい、ということで、本日も、はい、田辺さんと、はいはい、高広店長の方で今月はおすすめの白ワイン、はい、ソーヴィニョンブランですね。はい、そうですね、これ、うん、まあ、合う食材というのをちょっと、うん、考えたいですね。去年ぐらいですね、一度お寿司に合う赤ワインという検証はい、はい、したことあるんですけど、はい、まあ、ちょっと時を経て第2弾ということで、本日はソーヴィニヨンブランに合う食材、まあ、そうですね、いろいろあるっていうふうに、まあ、セオリー的には言われるんですけど、人気の品種なんでね、人気の品種です。飲まれてる方も多いと思いますし、はい、じゃあその時いろんな料理と食べてるはずだしね、はい、何がいいかなっていうね、ちょっとまあ検証してみようかな、はい、しかもね、ちょっと珍しいんですよ今日ね。これ珍しいですよね、これ、はい、ドイツの、はい、ソーヴィニヨンブラン100、これも飲みづらいかもしれない。これもですね、思いっきり最初まではいいんですよ。ムスバッハソーヴィニヨンブラン、はい、ヨハニターグート2020 ヨハニターグートってなんかこう言いにくいんですよね。はい、ドイツのファルツですね。そうですね、ファルツは、はい、ね、そこですよね。ラインヘッセン、ライン側ってラインヘッセン、はい、ライン、もともとラインファルツって呼ばれてたんですね、最大エリアで。第2番目のエリアですよね、ファルツ。ファルツで、はい、あの生産、栽培面積上と生産上、結構広いというか、まあ、ブドウがたくさん作れるエリアで、はい、でファルツだからヘッセンよりちょっと南側で、もっと南行くとあのバーデンっていう場所があって、はいはいはい、ですからファルツも、まあ、バーデンもそうですけど、あのピノノワールとかも有名なんですね。ピノノワール、はい、ちょっとフランスに近い、はい、だからフランスと国境接してるところですね。フランス側にね、ソムリエの教本にも書いてますけど、ブドウ畑がフランス側にも、存在するみたいな感じで書いてあるので、はい、ちょうど、はい、あっち側のアルザスというかアルザスローレーヌ側の方に近くなるので、はい、ドイツの中ではちょっと南側で、ピノムノワールなんかもあるって言われるエリアなんですけど、はい、ですけどそこのソーヴィニョンブランっていうのはなかなか、はい、ね、あの印象がなく、結構あのあれですよ、うん、フランスと国境を接しているので、うん、土壌的にはこうブルゴーニュの土壌に、うんうん、近い、よくしてる、あと2ヶ月前ぐらいにおすすめだったんですけど、となると、はい、白ワインに関してもブルゴーニュの白というとやっぱこうシャブリに近い感じなので、あシャルドネかなっていう印象があったんですけども、はい、ソーヴィニョンブランなんですね、今回のおすすめは。質的にブルゴーニュの北でシャブリとかもそうですけど、サンブリもあるじゃないですか、ソーヴィニョンサンブリ、サンブレ、サンブリですね、方言出ましたけどシャブリとサンブリ、はい、ありますよね、サンブリがあったり、はい、でそこからは中央フランスのロワール地方も近いじゃないですか、でそこってあれですよね、ソーヴィニョンブランとかもね有名ですから、はい、まあ、そう考えると、まあ、不思議ではないのかなっていうふうには思います。一般的にそう、あのファルツで、ドイツでソーヴィニョンブランは、はい、結構珍しいタイプかとは思いますけど、はい、ということでちょっと珍しいソーヴィニョンブラン、はい、一般的にはあの例えばフランス、ニュージーランド、チリとかね、そういうところは、まあ、有名でありますが、ドイツのソーヴィニョンブランって、まあ、このワイン自体も味が気になるところではありますが、はいはい、飲みましょうか早速、はいはい、でさらにねスクリューキャップなんで、これは、はい、あの抜栓は簡単です、誰でもできると思うんで、ね、結構かっこいい開け方でよ、このぜひぜひスクリューキャップをかっこいい開け方、はい、この下ですよね、ここを回す、そのまんまこう抜いちゃうっていうね、いうふうに、はい、開けるやり方もあります。山口さんもっと大きい声で言ってるんですよ、はい、ただですよ、ね、はい、一瞬すぎて誰も気づかないわ、ね、からないですあのやっててもね、あれ誰も気づいてくれなかったありがとうございますっていうパターンはよくありますけども、結構この追加瞬間に少し希望がありますね、はい、2022年ですね、はい、元々し、はい、グリーンがかったレモンイエロー淡い色調で輝きが、ありまして綺麗な、
はい、本当綺麗ですね、うん、色合いですが、どうでしょうか。アルコールも 12.5 だから、まあ、ドイツのドライタイプの白って、まあ、マックスでもこれぐらいなのかな。あのちょっと残糖が残るというか、やや発酵が最後までこうしきれないというか、ちょっと甘みを残すタイプっていうんですかね、は、10% とかね、10% とか、8% とか、8.5% とかのもありますから、そういう意味では辛口スタイルに仕上げたこの場合はこれぐらいのアルコールです、はい、ドイツ時には一般的、うん、すごいすごいというすごいすごいしっかりこうサードハーブっぽさが、ね、ドイツっぽいですよ。あ、ドイツっぽい、これがドイツっぽさですか。ドイツっぽさ、これがこれがこれがドイツっぽい、ね、火打ち石みたいなとか鉱物的な石っぽいニュアンスとかがオーストリアとかドイツにのドライタイプに結構感じやすい、チョーキーな感じがより強い火打ち石みたいなね香りが出てます、あとは青リンゴとかもそう、はい、青リンゴの方が強いかな、柑橘系もあるんですけど、うん、レモンライム青リンゴで青リンゴが結構はっきりと、柑橘系でも出ている、若い系というか、はい、酸味の強いソーヴィニヨンブランなんで柑橘系の香りの成分があるから、はい、それははっきりとねあるんですけど、はい、青リンゴ的な、うん、ドイツの特有のドイツワイン結構リンゴ系が強く感じることが多いんですが、青リンゴとかねピーチとかそういう感じではない、ないんですよ、ないと思うんですよ、要は遊郭系って言われるストーンフルーツ、まあ、要はアプリコットとかピーチみたいな甘い感じは出てないと思うんですよね。ドイツのリースリングとかでやや甘口に仕上げた場合は白桃の香りとか甘い感じが出やすいんですけど、これはね出てないんです。そうですね、甘さオーストリアのワインかなってちょっと一瞬思うような感じの爽やかで辛口で、はい、チョーキーで鉱物系、はい、スモークサーモンとか合いそうですね。 ですね、あとはまあ柑橘もそうですよね、はい、スイカズラ、菩提樹、まあそういった白 い、ね、白いイメージのフローラルの印象もありまして、非常に綺麗な感じの香りでクリーン、はい、じゃあ飲んでみましょうかね、はい、味わいでいいですね、はい、うん飲みやすいです飲みやすい究極のコメント出ましたね、はい、でもまあ飲みやすいというのが一番かなっていうのはあるんですけども、はい、いいことですよ、飲みやすいが悪いかっていうとね悪いわけじゃない、そういうふうに言う方もたくさんいらっしゃって、それは結局進んでいくってこと、馴染んでね、美味しいってことですから、酸味、綺麗な酸味のこう切れないというか、うん、柑橘系の酸ちょっとクエン酸っぽいじゃないですか、リンゴ酸とクエン酸も両方まああると思うんですけど、フレーバーからくるようなその、柑橘系の酸なんかもあります。でドライでしょ、ドイツリース、ね、ドイツの、まあ、リースリングとかではちょっとイメージと違うと思うんですね、すっきり辛口で、はい、綺麗な味わいの風味の柑橘のフレーバーと、あとちょっとハーブっぽい香りがやっぱ、はい、出てきますよね、ビニオン綺麗なワインじゃないですか、これすごいね、気に入って、あのまあワインセットとかでもね、あの、はい、まあ、今回もね入れさせていただくと、いうことで、はい、ドイツの、まあ、ある種穴場的なソーヴィニヨンブランです。なるほど、はい、でこれまあ品種らしさ出てると思うんですよね、ロワールにもちょっと近いんですけど、やっぱチョーキーな感じとか絵画的な、石灰質的なスモーキーでミネラリーな、まあ、そういった印象なんかはまたちょっと違う印象かなっていうふうに思います、はい、ニューワールドとはまた違いますよね。そうですね、なんか果物でもトロピカルな感じ、トロピカルな、そうですね、ニューワールドのはっきりしてる感じとかはないかなっていう感じで、綺麗なクリーンでドライなソーヴィニヨンブランと、はい、いうことで、あのさっきからちょっと気になってますけど、はい、気になってますね、はい、早く食べたいけど、はい、たくさん、はい、たくさんありますけども、今日はソーヴィニヨンブランらしいソーヴィニヨンブランに、はい、合いそうなもの、合いそうなもの尽くしっていうね、はい、このペアリングの食材を用意しましたと。トータル5つなのよね、トマト、スモークサーモン、ね、シェーブルチーズ、地元のシェーブルチーズ、はいはい、パセリ、ソーセージ、うん、ソーセージということですね、はい、まあ、これがちょっとドイツっぽいなと思うんですけど、ね、はい、楽しみな感じで、ソーセージといえばですね、でトマトもどうなのかなって、まあ、フレーバーとして、はい、まあ、酸味が、ね、あの似てる感じ、はい、あと若干こう野菜的な、ニュアンスとかが、良さそうだし、まあ、ヨーロッパとかもよく食べられてます、はい、
どちらかというと夏野菜とかね、まあ地中海系の印象もあるんですけど、ソーヴィニヨンブラン的にはフレーバーで合うんじゃないかな。あとレモンはもちろん合うんですよ。まあレモンそのままかじるというよりはね、絞ってみたいな。そうですね。はい。レモン絞りどれも合いそうな感じがするんですよね。はい。ね。という5種類ということで、はい、スモークサーモンはソーヴィニヨンブランの、定番的な、はい、でこれもちょっとなんていうかスモーキーな感じがあって合いそうだなっていうことで、ちょっとやってみましょう。順番にもう早速ですけど、やってみましょう、はい、では先にじゃあちょっとさっぱりとトマトからトマトですかね、はい、で何も絞らずにちょっと先にやっちゃいます。のままで、はい、はい、うん、よいしょ、おいしいトマトです。うん、味付けなしですけどそのままこの時期のこう、うん、最近流行りの、うん、甘すぎないトマトでいいですね。甘すぎないとこは合う、うん、どうでしょうか。野菜っぽさ、トマトを食べるとやっぱサラダとかオードブルのイメージですね、カットして並べてたりとかして、うん、まあ、グリーン野菜とか一緒に、これは何もかけてないんですけど、はい、ドレッシングも何も美味しいんですよ、美味しいですし、お互いがうまく調和してる感じはありますよね、で美味しいです、フレーバーもありますし、はい、どっちかというとトマトの味を支えていくような柑橘の酸味で、絞った時のような感じがあるな、はい、どうですか、私の意見としてはそうです。意見難しいでしょ。難しいです、ペアリングの意見、僕もずっとやってるから、そうですね、どんどん出ちゃうんですけど普通ですねって思いましたね。あ、トマト、うん、悪くないってことでね、はい、いいことですね。でこれね、レモン、お、レモンのトマトにってなかなかでも今まで絞りやって、いや、そう、でも やると思うんですよ、サラダとかで、でもそうか、そうですよね、そうそう、レモン絞りにしてることって結構あると思うんですよ、でレモンの柑橘のフレーバーがソーヴィニヨンブランに合うんじゃないかってことで、ちょっと調理してる状態ですね、まあ、要は絞ってね、はい、うん、うん、これも美味しいですもんね、これだけでも、うん、ちょっとやっぱ違いますね、これだけで、うん、ほら、わかります？完成って感じですね、これで。よく合うと思いますよ、で酸味が入ったことで逆に甘くなってるんですよ、はい、フルーティーな感じになってるんですよ、これ面白いんですよ、酸味が同調して、トマトがむしろ甘くなって、はい、フルーツトマトみたいな味わいになって優秀、レモン優秀です、優秀ですね、優秀です。でさらにこのそっちが果実感がすごく、少し本当にほんのり甘、もう甘みがあります、甘みを果実の甘やかな感じになりますね優秀優秀と優秀です、美味しいですよ、美味しいですね、トマトにレモン、これだけでもサーモンいこうかな、はい、大好きなんですね、こちらも鉄板の組み合わせのサーモン、そのまんままずは美味しい、ちょっといましょう。サーモンはロワールとかでもね、よく合わせられたりとか、あとはチリとかもソーヴィニヨンブランね、有名です、サーモンね、合わせたりとか、うん、美味しいですね。レモンをこう、本当に合いますね、風味を、ソースってわけじゃないんですよね、何かこう調理したっていうのかな、スモークサーモンに独特のこうビネグレットじゃないですけど、こう味わいを補完しつつ、同調するような感じで、はい、余韻が長くなりますよね、確かにサーモンの味が ねワインにこう引っ張ってもらってる感じで、ずっと味が、相性がいいですね、バッチリですね、合いそうじゃないですか、レモンも、今日ちょっとなんかレモンが無敵になりそうな、ちょっとそれはレモンをかけると何でも合うんじゃないかという、構成の可能性が出てきます、ね、はい、うん、美味しいですね、レモン絞り、うん、ほらちょっと進んできてるからね、これね、あソムリエとしてはね、役得でございます、飲むのも仕事でございます、うん、簡単にできた、簡単ですね、うん、お家での うまみっていうのかな、味の新しい味が来たような感じがするんです、レモンが合わせることで同調しながら味わいがもうちょっとこう深くなったような感じがして、ね、まあ、さっきのレモンを絞る旨味みたいな、レモンを絞る、はい、レモンを絞る前からそんなにやっぱりこうスモークサーモンの前には嫌な生臭さがするわけではないんですけど、やっぱこうレモンを絞ったことでよりなんていうんでしょう、こう一体になりやすくなってるというか、うん、うん、つながったってことですね、ブリッジ的な食材ってことですかね、はい、合わせるときのレモン一周、美味しいですね、美味しいですね、これはということで、まあ、シェーブルは
でも絞らなくていいかなと思ってるんですけど、まあ、これはちょっと純粋に合わせてみましょうか、はい、ということなんですね。今回は、はい、地元の、まあ、那須高原のシェーブルチーズになるんですけれども、うん、美味しい美味しいシェーブルですね、うん、こちらの美味しいです、シェーブル本当に大きめにシェーブルチーズのサラダという、まああのロワールチーズ、フランスのロワールとかね、シェーブルショーって言ってちょっと軽く加熱させてシェーブルチーズとあのサラダとソーヴィニヨンブランね、シェーブルの産地ね、ロワールじゃないですか、ヤギのチーズで、サンセールとかもね、あのシェーブルチーズと合わせたりとか、よく合いますよね、やっぱりね、ハーブっぽさとあと酸味が同調して、そうですね、このほのかな酸味がシェーブルにあるんで、それがすごくよく合いますね、うん、よく合いますよ、シェーブル&サーモン、はい、あシェーブル&サーモンのせのレモン絞りの、そう、こういうオードブルだと思ってるよね、料理だとね、うん、レモン絞りサーモンーシェーブルソーヴィニョンブランっていう相性のいいもの同士を合わせて今夜からやります、ね、今夜ぜひぜひ真似ていただきたい、うんうんうん、うん、はい、おいしい、うん、もうねこれだけでも料理です、うん、完全にね料理とワインのペアリングです、まさにね食材を超えて、はい、もう調理されたもうこういうオードブル十分じゃないですか、ソーヴィニヨンブランとね合わせるにはワンランク上がった感じがワンランク上がりましたね、します、ね、一体的で全部合ってます、うん、はい、間違いないです、美味しいですよ、で、いろいろちょっと忙しいんですけど、チーズ料理、野菜料理、魚料理、はい、肉料理とか実は、はい、4つが実はあって、でドイツといえば、僕ドイツ行ったことあるもちろん あるんですけど、はい、パルツも行ったかな、行ったんですけど、ね、毎日結構ソーセージだった、こういう毎日ソーセージ、ね、うん、でソーセージが教本にも書いてある、まあ、すごい種類があるって書いてあって、はい、こういうソーセージもあれば赤いソーセージもあれば、まあ、シンプルなのもあればめっちゃでかいのもあれば、本当にいろんなのがあるんですよ、で今日はパセリが入ってるんですね、はい、これは、はい、ハーブっぽいというかハーブをちょっと意識しました、はい、あと白だからやっぱ白っていう、あ色合いとフレーバー、あとね郷土的なして、で考えるとこれかなり説得力のあるペアリングになる可能性があるんです、はい、なるほど、ということであのこれも試してみましょう、はい、でグリルじゃなくてこれステンレスタンクのこう、要は樽じゃないじゃないですか、だからボ ボイルで調理は焼き目つけずに、うん、そういうところも、はい、うん、ね、ソーセージ美味しいですね、ソーセージすごい、あすごい来た、これ止まらなくなる、すごいソーセージがもうメインディッシュ、全然こう油が塩だれが美味しいですよ、油を全然感じさせない感じになりますね、加工系肉に対しての、タンニンじゃなくて酸で合わせるんですよ、やっぱアルザスとリースリン、ドイツリースリン、加工肉には酸味で、あのあれあるじゃないですか、パテとか ああいうね、はい、ムースとか鶏のムースとか、はい、ああいうのに肉の油が適度にこう溶け出した状態のこのものに対して酸で合わせる、酸で合わせる、合ってますよ ね合ってます、はい、全然こうレモン絞っちゃったしないですね、レモン、レモンは失礼しました、レモンいこう、はい、レモン、オイレモン、一応こうパセリ&レモンが入ってるものなんで、うん、オイレモンっていう感じですね、オイレモン、はい、実食と、レモンかけるソーセージってやりそうで意外とならない、フレッシュレモンかけるパターン少なくないですか、結構酸っぱいかも、でも、でも爽やかになりました、ソーセージが夏にぴったり、うん、美味しい、外で食べたい感じですね、これはすごい美味しい、何でしょうこの豪華になったら、レモンでこのお肉の酸味を消して、でソーヴィニョンブラン飲むとなんかよりソーセージのコクが際立つような感じがなんかしますね、なんか不思議な脂質タンパク質の、化学反応、酸味とミネラルで引き出した感じですね、味がね、はい、レモンの酸味の風味の同調もあるからさっぱりし、いい意味でさっぱりしてる感じなんで、すごい進んでるじゃないですか、進みました、飲みすぎぐらい進みましたね、美味しかったです、ということで、はい、4品試してみました、はい、合わせたりしましたが、いろいろレモン絞ったりね、そうですね、まあ、野菜、魚、乳製品、加工肉ときました、はい、どうでしょう、ベストペアリングどれでしょうか、店長の、でも
ソーセージはある程度こう、うん、美味しかったんですけど予想がつく味わいだったんですよね。言っても意外に美味しかったのはやっぱりこうサーモンとシェーブルオードブルこのいやちょっと反則ですけどもこのペアリングは分かります、はい、店長的にはベストでしたね。反則っすね反則負けです、ね、使うのはねそうですね。じゃあでも僕もそれです。あれ、はい、反則負けですね、はい、反則反則でしたが、まあ、料理になっちゃってますからね、はい、そうですね、はい、食材1対1じゃないからね、こうタッグで勝負しちゃったから、はい、ということです、はい、サーモンとシェーブルレモンっていうの最強の最強ですね組み合わせ、ね、これが、ソーヴィニョンブラン、はい、のベストペアリング今日のベストペアリングだと結論でございますね、はい、ソーセージも良かったですよね。てか全部良、ね、かったですよ。トマト単体はちょっと不利でしたね、はい、ちょっとかわいそうですね、はい、はい。だから、まあ、サーモンシェーブル乗せてあれレモン絞った状態で、はい、これですね。マヨそうですね、全部のプレート、はい、おつまみプレート、はい、プレート作っていただいて、はい、ソーヴィニョンブラン試していただければ。そんな難しくないのでないですよ簡単にできる、まあ、簡単に、はい、はい、ということで、本日はソーヴィニョンブランに合う食材はという入り口で入りましたけれども、結論が出たんですね。出口はですね、合わせ技一本ということで、はい、皆様ぜひ、このプレートはおすすめとなりました、はい、なかなかこういう、食べ合わせ企画、ペアリング企画というのはまた今後とも、はい、進めていければと思いますので、はい、コメント欄等でリクエストいただければ、はい、そちらのはい、沿ったですね、このワインもぜひ飲んでみてください。ぜひ、はい、おすすめの白ワインのご紹介ということでした、はい、ではご視聴の皆様チャンネル登録そしてグッドボタンいただければ我々も励みとなってまいります。では田辺さんまたよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。さようなら、はい。